ニューヨーク市ブルックリンク、カンバーランドストリートにあるカンバーランドパッキング。カンバーランドパッキングコーポレーションはニューヨーク市ブルックリンクのカンバーランドストリート2番地にある非公開会社。ベンジャミン・アイゼン・シュタットによって1945年に設立されピンク色の砂糖用の紙の小袋に入れて販売されているゼロカロリーの人工甘味料スイートンローの製造、流通。 マーケティングに当たる会社としてよく知られている。カンバーランドパッキングは、スイートンローの発明より前に、ティーバッグ工場として創業した。同社は、ティーバッグ製造装置を改造して、砂糖を小袋に詰める手法を最初に開発し、当時のレストランのテーブル上によく置かれていた、衛生面で劣る面がある、砂糖壺の伝統を打破した。同社は、 アメリカ合衆国の商標登録番号100万をスイートンローの格付をあしらったロゴタイプについて取得している。スイートンローは累積500億袋が生産されてきた。1970年代初めにはベン・アイゼンシュタットの息子であるマービン・アイゼンシュタットが天然材料の砂糖だけを使ったシュガー・イン・ザ・ローブランドを立ち上げた。その大成功を受けてカンバーランドパッキングは 天然材料を使ったインザロー商品のラインを拡充し、ステビアを使用した天然材料のゼロカロリーの甘味料、スティービアオンザロー、100%有機、栽培流絶乱の蜜からなるアガベインザロー、ツタについたまま熟したら眼下から作る天然のゼロカロリー甘味料、モンクフルーツインザローなども手掛けるようになった。2014年、同社は、 砂糖に代わる環境に優しいベーキング材料として、シュガーインザローオーガニックホワイトを発売した。1970年代後半、カンバーランドパッキングは、落農製品の香料の処方、バターバッツに関する諸権利を買い入れ、バターバッツ食品添加物部門を新設して、天然材料でできた、脂肪やコレステロールの成分を含まない、バター風味の粒状の添加物を製造し始めた。 2013年1月1日、カンバーランドパッキングは、社内の組織再編を行い、バターバッツ食品添加物部門は、独立した会社としてバターバッツとなった、一連の再編によって、カンバーランドパッキングコーポレーションとバターバッツの両社は、カンバーランドワールドアイドホールディングス参加でグループを形成することとなった。カンバーランドパッキングは、この他にも、 卓上甘味料として、アスパルテームをベースとしたゼロカロリーの甘味料、ナトラテイストや、スクラロースをベースとしたゼロカロリーの甘味料、ナトラテイストゴールド、アセスルファムカリウムで製造するゼロカロリーの甘味料、スイートワンなどを製造している。甘味料製品以外にも、カンバーランドパッキングは、ナトリウムを含まない塩の代用品、ニューソルトも製造している。 カンバーランドパッキングは400人の従業員を雇用し、ブルックリン海軍交渉の向かい側にある創業以来の工場施設において、卓上管味料の製造を続けている。2016年1月、同社は製造施設を閉鎖し、何百人もの労働者たちをレイオフする計画を明らかにした。ありがとうございます。